さあいよいよ始まりました、ナイナイブ特番ガーセブン I want it to go 発売記念スペシャル。お待たせいたしました、8時5分。いつ始まるんだいつ始まるんだ、たくさんのクレームありがとうございます。はい、いよいよ始まりましたということでですね、今日はたくさんの皆さんにお越しいただいておりますね。2万6000人の方でしょうか。お元気ですか。はい、そして元気いっぱいの彼らを紹介します。ガッセのみんなです。さあ、どういうふうにコミュニケーションガッセブン。こんにちは、こんにちは、カタセブンです。こんにちは、よろしくお願いいたします。こんばんはですね。はい、こんばんはでございます。そして進行は古山紗友希が務めます、よろしくお願いします。さあ、今日もですね、ガセのみんなと楽しく進めてまいりたいと思いますが、ではですね、改めまして、皆さんにね、ご挨拶をしていただこうと思いますが、今日のスペシャルプログラムは昨日1月30日に発売となりました Third Mini Album。 Wow! Third Mini Album I want to let you go、yeah. はい、こちらを記念してお届けする放送ということでございますけど、もうね、すごいの、やっぱりガッセはワールドワイドスターですから、もうたくさんの皆さんからメッセージが、ありがとうございます。マジかっこいい、マジかっこいい、マジかっこいい、フリアさんとユギョムさん、服を交換してください、などですね、いろんなコメントが届いております、はい、本当にたくさんのメッセージありがとうございます。今日はですね、そんなわけで会場にはたくさんの皆さんにお越しいただいておりますけれども、皆さんはガセの I want to let you go をですね、 LINE ミュージックでたくさん聴いていただいた方が選ばれてご登場いただいたということでございまして、おめでとうございます。もう死ぬほど聴いてますからね、誰よりも世界中誰よりもこの曲のこと知ってますね、魅力を、はい、皆さんいちいち喜んでください、お願いします。はい、お願いします。それではですね、早速スタートしていきたいと思いますけれども、はい、なんとですね、今回のサードミニアルバム I Won't Let You Go なんですけども、オリコンチャートデイリーランキングで2日連続1位、皆さん、2日連続1位です。そうです、初日だけではございません、2日連続ということで、なんとこんなスペシャルなものを用意いたしました。カングラチュレーション。ケーキ、ケーキ、ケーキ、はーい、ね、そんなに前にもんね、そうです、ケーキめっちゃ大きいよ、はい、ケーキ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 、アワレチュコー、これ何、祝祝、お祝いっていう意味ですね。ああ、 I won't let you go オリコンデイリーランキング1位、おめでとう、ケーキー、よし、じゃあ、プロムフルヤさんに祝賀状がいけすみだ。では、これからフルヤさんのお祝いのショーが始まります。マークが早速、マーク美味しいでしょ、美味しい、もうガッセのためのケーキですから、ホイップクリームじゃないですよ、生クリームですからね、僕が一番好きなものです。あ、クリーム、でも、ユギョムさんは全クリーム好きじゃないです。ユギョムさんは生クリームが好きじゃない、その案は何ですか、僕は、僕は、僕は食べるな、食べるな、アイスクリームアイスクリームと違う、アイスクリームの方がもっと好きです、アイスクリームの方が良かった、チェンジしてください、わかりました、後ほど服を交換させていただこうと思います。さあ、今回の放送なんですが、LINE ミュージックチャンネルで配信を行っております。スマホやパソコンで視聴していただける皆さんもコメントや質問どんどんお送りいただきたいと思います。そして番組内でお答えできるものはメッセージとしてお答えしていこうと思ってますから、楽しみにしていてください。ことわざじゃない、チョコレート、はい、ケーキと一緒写真撮らないですか。あ、ケーキと一緒に写真、あ、そうですね、はいはい、あ、さすがジュニアさん、いいです、いいです、もうスタッフが行ったり来たり、割ったー、買ったーしてますけれども、はい、じゃあ、
あのせっかくね写真撮りませんかっていう一条さんの提案があったんですけども、もうすでにチョコが割れている状況。ベンベンさん、ベンベンさん、ベンベンさんで、いや、あ、これ誰の写真、誰の、あ、カメラでね、はい、じゃあ、あ、いわゆるこれスクショタイムってやつですか。なんで僕が入るのか、すいませんでした。すごいぞ、入るなってきましたからね。びっくりしました。はい、じゃあ行きます、はい、チーズ、発射、チーズ、発射、本当のカメラで発射。カメラさん撮りましたか？大丈夫ですか？大丈夫？はい、いいですか？はい、いいですね。はい、オッケー。はい、ありがとうございます。発射は何ですか？発射はあのカメラ のシャッターが、シャッターが押された音。発射、ね、はい、こちらのケーキはあの皆さんあの控室の方にね、あの入れておきますので、ゆっくり食べてくださいね。バイバイ。はい、イーガム君はあのクリームがイチゴでね、まあ、あの満足していただきたいと思いますけども、ご理解くださいね。あー、満足ないです。はい、後ほどね、服を交換したいと思いますけれども、さあ、今日はですね、新曲について。ひどい。ごめんね。ひどい。ごめんね。あの、すごい。ちょっとみんないい？時間ないから進めていいかな？大丈夫？はい。すいません。大丈夫です、大丈夫です。今日はですね、新曲についてもたっぷりとお話聞きますけれども、この番組でしか聞くことのできないお話、さらには、後ほどゲームコーナーがあります。はい、楽しみにしていただきたいと思います。さあ、それではですね、遅くなりましたけれども、ここで改めてメンバーの皆さん一人一人の声聞きたいですよね。はい、あ、いきなり、はい、ちょっとなんか変ですね。あ、もし漏れぬものに接する人、僕たちのことをご存知ない方もいらっしゃるかもしれません。よしよしよし。あ、죄송하지만漏れぬものは저희를안볼거예요。でも知らない人だったらこの番組見てないと思うよ。いや、あの、違うんですよね、やっぱりあの一人一人のこう声を聞いて、あ、やっぱりいる、今日もいる、これを確認したいんです、みんなね。はい、あ、そうだよ、はい、いいです。はい、ベッベッから、はい、お願いします。どこですか？ここで、はい、こちらのカメラ。あ、みんな恥ずかしいですよね。せーの、みなさんのもやし、ブンブンです。お久しぶり、ヨンジです。スネッコユキャンです。スネッコユキャンです。イエーイ、ユキャンです。はい、ガットセブンのジェイビです。はい、ガットセブンのマークです。お、はい、名前は何ですか？名前は何ですか？教科書みたいなこと聞いてきましたよ。私の名前は古谷です、よろしくお願いします。Okay, let's get it. あの、ゆうげむくん、いつでもね、あの、こうあの服交換したいとき言ってくださいね。あの、いつでも脱ぎますからね。はい、私結構脱いだらすごいんです。ちょうど、ちょうさちょうど訳さなくて結構です。脱いだらすごいんです。訳してどうするんですか？僕も正直変えたいね。でも、これはデザインは어쩔수없어。でも、これは衣装なので仕方ないですね。じゃあ、그냥이렇게가려줄게요。じゃあ、僕がこうやって隠してあげるね。皆さんすごく喜んでらっしゃいますね。今のシーンだけで今日のラインライブは成功です。さて、この時間ですね、昨日1月30日に発売となりましたサードミニアルバム I Won't Let You Go、 こちらについてまずはたっぷりとお話聞いていきたいと思いますけれども、はい、このタイトル曲、はい、一体どんな曲なのか、その曲の魅力についてお話をしていただこうと思います。簡単に説明します。はい、はい、大丈夫ですか？僕のパートです。僕のパートですね。大切に思う人を決して話したくはないという熱い気持ちを、はい、歌った、はい、エモーショナルな曲です。そうですよね。エモーショナルな曲ですよね。はい、ジニオさん、今までと雰囲気の違う曲になりますので、ぜひ聴いてください。おー、さすが日本語は上手ですね。そうですね、これまでとは違った雰囲気を感じてほしいということですけれども、当然あのー
ジャケット写真とかミュージックビデオもねまた魅力的になっておりますけれども、はい、あ、そうそうそう、こちらにね実際の CD を、わー、はい、これもね、かっこいいです、ナイス、バージョンがナイス、いろいろありますからね、すごい、ちょっとね、おじさん、あの手がね3バージョン、手がね、ちょっと、おー、入ってきた、入ってきた、大丈夫ですか、できますよ、できましたか、あ、そうなの、はい、で、片手でどうぞ、一つの手で片手で、はい、でもこれ、今回のジャケットすごくいいよね、もちろん、もちろん、おしゃれですけれども、さあ、今回のですね、JP さん、はい、はい、どんな感じでしたか、撮影の時は、ジャケット写真はとてもいい雰囲気で撮影することができました。おお、いい雰囲気の中でね、いい、はい、もう伝わってきますよ、いい、いいと、はい、と寒いです、あ、すごく本当に寒いです、ちょっと寒かった、はい、はい、ことはいいですよね、今も寒い、井上さんどうでしたか、ミュージックビデオはエモーショナルで激しいダンスに注目してほしいです、はい、いやいやいや、わかるわかる、注目してほしいですもんね、ほしいです、やっぱ今回一つテーマとしてエモーショナルってキーワードがあるんだよね、楽曲にね、エモーショナル、はい、そうですね、エモーショナルですか、ベンベン先生、エモーショナル、エモーショナル、はい、ジヨンさんのアクションシーンも注目してください、あー、アクションシーン、ジヨンさんのアクションシーンはハッパーよ、ハッパー、ハッパージャッキーチェンかと思いましたけど、ね、はい、ヤンジさんどうですか、はい、それぞれのソロシーンにも注目してみてください、表情がね、表情がないね、表情、表情、表情です、はい、さあ、そして今回はですね、新たなペアリングユニット3組が作り上げたというユニット楽曲にも注目していきたいと思いますが、さあ、それぞれどんなユニット曲だったのか、これ教えていただきたいんですけども、僕はジェックとジェイビーさんのウェブンは、はい、どんなに辛い時も立ち上がって進んでいこうという背中を押すような曲になってます、はい、背中を押してくれる曲と、はいはい、いうことですね、皆さん、もっと拍手、はい、次のチームは、はい、FGBB、 はい、僕とマルさんの声ではフルなヒップホップサウンド曲になってます、ちょっと待ってペンペン、ペンペン、クールなヒップホップってほとんど英語だけど、クールなヒップホップのってクールな、あ、そうです、普通でいいですよ、普通で英語ですから普通でいいですからね、コーヒーパーそうそうそう、声です、声、マカさん、声どうでしたか、好き、イエス、満足します、さあ、そしてユギョムさん、ワイチ、僕とジニョンさんの25は大切な人と一緒にいる時間は24時間でも足らない、もっと一緒にいたいという気持ちを歌った曲です、はい、はい、25歳、25歳、はい、ということでございます、24時間じゃ足りない、25時間欲しい、そうです、はい、25時間はないですよ、ね、25歳だ、ちょっと、はい、25時間ないですよ、ないですよね、ないですよね、はい、そうですね、私が間違っていました、申し訳ございません1日は24時間でした、すみません、はい、25時間あればいいなという意味でした、申し訳ございません、クラスついちゃう、お詫びして訂正いたします、大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、はい、でもそれだけ長い時間一緒にいたいという思いですよね、その他にも素敵な曲がたくさん詰まった1枚となっておりますけれども、そうそう、ジュニオさん、はい、はい、ジュニオさん、ジュニオさん、なんか天の声でも聞いてたんですか、若干スティービー・ワンダーみたいでしたけど、ね、はい、はい、集中、あ、集中ですよね、はい、僕が作ったゼロも何でもないです、何でもないですゼロ、ゼロも聞いてください、イエーイ、ゼロ、イエーイ、ゼロ、イエーイ、イエーイ、ゲビさん、はい、どの曲もとても好き
あ、素敵なので、はい、ぜひ皆さんアルバムを JB の 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 JB のとにかくみんな日本語上手ってね、はい、聞く聞く来てます来てます上手ですか、うん、どこが上手ドリルドリルからかってるか何が上手ですかいや楽しくみんな最高 JB 可愛いおー、ケビさん可愛い可愛いケビさんの反響を聞きましたベンベン気温をもう知ってますよ上手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 ジニョンの笑顔は最高服はいつ交換するんですか、ね、いろいろ来ていますパコジセオチョン誰か変えてください服をはい俺ユギョマンマン垂れ塗りさん行こうかさあということでございましてここからはですねメンバーのプライベートに迫った質問をしていきたいと思いますはいプライベートにしようプライドじゃないですよプライベートですよプライベートは아무래도秘密아닌가プライベートはやはり少し秘密ではないでしょうか、ね、そうですよね秘密は秘密プライベートはプライベートですそうですよねはい次のコーナーに行きたいと思います違います、はい、すいませんすいませんすいませんごめんなさい、はいまあ、今回ですねタイトルが I won't let you go ということでございまして君を離さないという意味だと思いますけれども、うんどうでしょうか自分の心を決して離さないそんなみんなが今ハマっているものは何ですかというそうですよ、そこ、はい、あ最近ハマっているもの上がせ上がせ上がせ古谷さんです古谷さんです古谷さん없으면最近ハマっているもの古谷さん이거우리다른 MC랑 못할것 같아요 후리아상약해 GOT7과 후리아상이가 MC 선나우소야메로 GOT7 이번ちょっと嬉しかったですけど선나우소야메로って結構悲しかったですけど びっくりしましたね、はいはい、喜んで下がって喜んで下がるみたいな感じでしたけど、ねね、でもね嬉しいですけど절대놓치지않는건아가세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 가세븐이런거빼고心を離さないのはやっぱりあがせの皆さんですよ、ね、あ, 너무다아가세가세븐도당연하죠아가세とガセというのはもう一緒だというのが当然のことですよねそうですよね、はい、絶対に놓치지않는こういう質問絶対に離さない話しですよねこういう質問がダメですよね申し訳ございませんあ、はい、ウクライポどうしましたか、ごめんなさい、これ聞く前にこう言えばよかったです、僕が古谷さん、古谷さん大丈夫ですいや、なんかめっちゃ励まされてますけど、はい、ありがとうございます저는요즘에절대이건놓치지않아이거는약간자연속에함께하는제자신이라할까요僕が最近これは話したくないなと思っているのは自然の中に自分自身はい、うんうん、次の曲ください次の曲一曲もかけてませんよ今日今그산속에있을때풀내음아그리고그나뭇잎들이사각사각밟히는소리굉장히조명아픈거같아요저한테크게감동을주는거같아요그네山の中でこう緑の香りがする感じのこの空気ですとか木の葉を踏んだ時にカシャッカシャッと聞こえてくる音そういった自然から与えられるものにいつも感動しているんです끝낼까봐미리말씀드리는데끝낼까봐미리말씀드리는데그나뭇잎들사이에서비춰오는그햇살을안노라면정말너무행복하다는생각이많이든것같아요で、あの、多分これで途中で邪魔されるかと思うので早めに言っておきたいんですけれども、木の葉から漏れてくる木漏れ日を見ているとすごく幸せを感じますこれちょっと難しかったですねここはシーンいいねよここは詩人のようですねそれまここはハンバーガー、ハンバーガーです僕はハンバーガーですすみません、ユキモさん、ユキモさん今すごい詩人のような話だねって言っていい雰囲気になってきて今ここ では本当に美味しいですそんなヒットはブルックリンバーガージョイントそんなヒットを韓国ではあメッカット、メッカット、メッカットというヒットですめくるんだ、いこれめくるんだ、めくった脈を切る人、脈カッターと呼ばれるんです脈文脈の脈あ、でも脈切り
요즘에빠져있는게진짜햄버거예요でも本当に僕最近ハマってるのはハンバーガーです はい、今日は本当にね、ミャクカッターという新しい言葉を覚えさせていただきましたけれどもでもハンバーガー美味しいよね、確かにねはい、超美味しい、超美味しいじゃあもうチャーハンを食べなくて大丈夫ですか요즘에살짝볶음밥을좀놓기시작했어요最近実は少しずつチャーハンを手放し始めました오또이게이게박수받을일이라고우리가박수를もらえることなんでしょうか すごいですね ついに チャーハンと距離を置いたことでこの拍手すごいですねまあじゃあお願いします何のイベントですかこれ、リリースイベントですよねリリース特番ですよね yes, yes, yes. はい、ということで、皆さんのハマってるもの最終的に記憶に残ったのはハンバーガーということになりましたありがとうございます、ね、さあここでですね昨日1月30日に発売となりましたサードミニアルバムのリード曲タイトル曲になります I Wanna Let You Go のミュージックビデオを、ここで LINE LIVE 視聴者の皆さんにはお届けしたいと思いますので、はい、それでは皆さん一緒にせーのでどうぞではい、はいはい、せーのどうぞさあせーの見てくださいいやーふふーわおいやーみんなミュージックビデオどうだった最高めっちゃすごい皆さん演技上手ですねやっぱりすごいですねいやーすごいですねイエスイエスということでミュージックビデオをお届けいたしましたもう会場もね画面が変わるたびにメンバーがアップになるたびにキャーはすごかったですよねさあ今日は GOT7 のメンバーを迎えての I Won't Let You Go 発売記念スペシャルトークをお届けしておりますが LINE Music では5000万曲以上の配信曲の中から好きな曲を LINE プロフィールの BGM に設定できる機能 My BGM 機能があるんですけれども、このプロフィール BGM におすすめの1曲というものを皆さんいらっしゃって、ね、入れてると思いますガセの曲でしょみんなねはいもしどうですかメンバーの皆さんマイ BGM 入れるとしたら何入れますか、はい、簡単ですあー簡単です、はい、準備いいですかはいせーのせーの I won't let you go I won't let you go もちろん I won't let you go I won't let you go ですよね I won't let you go 聞こえない聞こえないなんでもないです危ないデビさんちょっと危ないゼロだでもね、この MyBGM は変えることできますからもしみんなだったら あのアルバムに入ってる曲で他にどの曲 BGM にしたいですかゼロあ、ゼロですねあ、すいません、シンガーソングライターすいませんでした僕は、ゼロ僕はアワンレチュゴ僕はアルバムの中でタナップが一番好きですあタナップヘイ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 タナップですかヘイヘイこのアルバムでこのアルバム話さなければもういいはいあ、そんな感じです僕はアイエンミですそんな感じですあ、僕はこのムネイですアイエン懐かしい時間になってきましたけれども、はい。まあ皆さんそれぞれね、マイ BGM を設定していただきたいと思いますが、ぜひ合戦の曲をチョイスしてほしいなと思います。で、ここからはですね、さらにリボン好きです。はい。ここの曲、僕たちの曲はリボン。リボン。あ、リボン好きね。力を振り絞りつつめ。はい。いや、面白かったよ。無視されても大丈夫ですよ。いや、違うんです、違うんですみんなおい無視無やしあ、すみませんちょっと待って無視からなんで無やしになるんですか何の連想ゲームですか、これリドヤンマ僕リーダーだよ、君僕がスエコダービーバービーボーボーやいマーク、どうなのこれあいつマークのアイドル動画出たところでですね、ここでですねそんな LINE の機能を使った次の企画に行きたいと思いますが題しましてガッセのプレイリストークはーいプレイリストークはーいはーいでこの LINE ミュージックではお気に入りの曲をプレイリストに入れて楽しめる機能があるんですが今回メンバーそれぞれにテーマに沿って選曲してもらいまして、うん、世界に一つだけしかないオリジナルプレイリストというものを作成してもらいまして、はい、で今回のテーマがですね
こちらです。 I would like to go にかけまして、肌身離さずこと肌身離すことができない大切な曲、はい、ということで、常に大事にしておきたい曲をプレイリストで作ってもらったんですけども、そうです、ね、これね、僕やっと先ほど手元にいただきましたが、まず JB さん、はい、本音、本音の曲を選びましたね。はい、あ、本音、はい、本音、はい、本音で言えんだ、BG 絞ってみます。ビジしてください。にるよ、かなり BG とぶつかってましたけども。BG ください、はい、BGM ください。これ、ウォーモンダコールナイツですよね。はい、ウォーモンダコールナイツ、いい曲。これ、あれ、本音ってロンドンのアーティストでしたっけ？ボルゲス、あ、多分よ、よくですよね、あ、イギリスですよね、ね、これ、これ選んだ理由は、あ、개인적으로약간노래분위기가비슷하다는생각약간뭔가약 간, 부약간비슷한부분이있다라는생각그리고그냥좋아해서個人的に曲の雰囲気が少し似てるなというふうに感じるんですね。そしてすごく僕は自分としてすごく好きな曲なんです。JB さん、他にもジョージア・スミスとか、うわー、いい曲いっぱい選んでますね。さすがシンガーソングライターですね。いやー、ジョージア・スミス好きです。ねえ、いいアーティストですよ、はい、世界のアーティストです。Oh, God, ね、うわー、素晴らしい、世界の音をちゃんとキャッチしてますよね、はい、マークさんが、ガスの曲選んでますか？ソル、あ、ソロ곡이에요、ソロ、あ、自分のソロ曲選んでる。ガスメの노래とか言ってた。やいば、おい、気になる。これはどうして自分の、もう、たまに、まあ、もちろん自分好きなのは分かるんですけども、この曲をあえて選んだのは、저의첫곡입니까？오예、오예、On my way、ソロ曲、On my way、 This is for my dream、 This is for my love、 Every time I run。 はい、next question。 ペペ、痛いですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？もうなんかそのまま打たれて倒れるんじゃないかな。大丈夫です。あ、でもマークはフランク・オーシャンとかね、oh、 わー、いい曲選んでますね、oh、 いいアーティスト、 No bad、 No bad、 King。次、ジニョンさん行きましょうか。韓国版僕제일많이、あ、더스크립트、아이고、아니야、나이거좋아、아、좋네、僕もこれ好き、これは、この曲大好き、大好きです。僕一番、一番大好きです。どんなところ好きですか？이노래요？そんなこと、好きですか？저는밴드음악을좀좋아하는데、이런이런밴드음악을좀좋아하다보니까이걸제일많이들었어요지금까지。僕はバンドの曲が好きなんですね。こういうバンドサウンドが好きなので一番たくさん聞いた曲でもあるんです。僕は一つだけ？僕一つだけですね。僕の手元にも一つだけしか来てませんけれども。でもなんかこの曲をね、こうソファーにこう座りながらこう足こんな組んで。大好きな読書しながらちょっと鼻歌で歌ってる絵を思い浮かべると興奮するね。책보기엔어밴드음악을책보기엔책보기엔책보기엔빨라서え、バンドの音は本を読むにはビートが速すぎるんじゃないでしょうか。まあ新しいですね。밴드의드럼은막이렇게막막이렇게치고있는데バンドのドラムサウンドあんななのに。その脇でこうやって読書ですか？でもページのめくり方良かったですね。パラパラ漫画になっちゃいますけどね。はい、ありがとうございます。ノムキャ。次、ヨンデさん。あ、フランキー・ジェの Don't Wanna Cry。いい曲ですね、これ。超옛날노래。すごく昔の曲ですよね。Don't wanna try no more。Beat。Yeah。Drop the beat。So good。So good。あれ、これ韓国で確かチョキュチャン先輩も歌ってましたよね、これね。チョキュチャン、チョキュチャン氏がね。ああ。カバーしてました。あ、本当ですか？大好きなんですよね、これ。いい曲。R&B です。あ、そうです、この曲です。R&B バラードなんです。あ、なんか옛날부터。
듣고 있는데 아직도 들어도 약간 엄청 좋은 노래라고 해야 되나. 미나 뭐 알겠죠? 여러분 노래를 원래 정말 잘하고 멋있는 아티스트라고 생각을 했었는데 이렇게 힙한 느낌까지 잘하니까 되게 멋있어 보였어요. 元々歌がとても上手くて素敵なアーティストだと思ってたんですけれども、こんな風にヒップホップまで素敵にこなしていたのでびっくりしました。で、あれ、アガセ분들도되게들으면좋아할것같아서。アガセの皆さんも聞いていただけたら。살짝늦는데요？今日ちょっと遅いですね、ついやつやっ살짝레이턴씨가살짝늦는데。時差ができてましたね。皆さんにもすごく気に入っていただける曲だと思います。살짝늦る。네、햄버거。ハンバーガー？ハンバーガー？ハンバーガー。アリアナグランデからハンバーガーに行きますか？はい、アリアナグランデはハンバーガー好きです。アリアナグランデハンバーガー好きなんですか？はい、そうだよ。本当に？わかりません。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 多分好きでしょうね。多分好きだと思いますけれども。わかんないです。いやでもすごいね、みんな。やっぱりアーティストだね。アーティストだから選ぶ曲のチョイスがもう。Very good ですね。素晴らしい。さあ、そんなプレイリスト、皆さんにもね、ぜひ参考にしてもらって、ガッセが影響を受けている楽曲を聴くことによって、よりガッセの魅力をね、感じてもらえるかなというふうに思います。ぜひチェックしてみてください。ここまで、ガットセブンのプレイリストークの時間でした。さあ、ここからはですね、お待ちかねのご褒美をかけたゲーム企画コーナーに入ってまいりたいと思います、今回のですね、サードミニアルバム I Wanna Let You Go ではユニットに分かれて曲を披露しておりますけれども、はい、今日はユニット対抗でゲームをしていただきたいと思います。レッツゴー。はい、今日は2つのゲームにチャレンジしていただきますが、改めてユニットをご紹介しましょう、ね、JB&4J Reborn Team。はい、そしてマーク&ベンベンコールティーン、yeah. 寒いそしてジュニア&ユーゲーム25ティーンというこのチームで戦っていただきますけれども、一番成績が良かったユニットには本当にみんなが大好きなものを用意しました。本当？本当ですか？ユーゲーム、ユーゲーム、あの、もし言うんだったらもうちょっと感情込めてほしいな。あ、本当？みたいな感じ。本当？あ、はい、ありがとうございます。何ですか？すごいね、大変はい、頑張っていただきたいと思いますが、ではまず最初のゲームから参りたいと思います。最初のゲームはこちら、はい、何のお題か答えてちょうだい、ジェスチャーゲーム、ババンババン。はい、今回ですね、はい、ジェスチャーゲームやっていただきますけれども、1人がジェスチャーをする人、1人が答える人でやっていきます。1分間で何問答えられるか、問題は10問しかありません。パスは2回までです。あ、そうです。パスは2回まで。だからパス2回しちゃったらもう8問しかないので、
時間は1分ですから、それを考えてやっていただきたいと思います。正解したりパスしたら、お題の人、お題を答える人とジェスチャーやる人をチェンジしていきますからね。はい、大丈夫ですか。1位には20ポイント、2位には10ポイント、3位は0ポイントとなります、はいはい、じゃあみんなルール大丈夫ですか。大丈夫です。はい、ではまず最初はリボーンチームいきましょう。はい、じゃあまずジェスチャーやる人がここ、答える人は、はい、ゆきょむくんの前あたり。はい、よろしいですか。では今から1分間です。1分。パスは2回です。いいですね。はい、では参りましょう。リボンチームのチャレンジです。レディー。あー、今 JB さんレディー、まだです。はい、大丈夫ですか。水ここやらなくていいですか。大丈夫ですか。はい、じゃあいきますよ。レディーゴー。答えてください。鳥？鳥？ピステ？タ？似てる。鶏？オリ真っ赤だ。真っ赤だ。ヨンジ本当に下手くそだね。どうやって表現していいかわからない。カルンゴリ。カルンゴリ。歩き方が特徴。ドワジョウ。あるんじゃない？まあ、이것밖에생각이안나。ダチョウ？僕にはこれしか。ダチョウ？ペセ。あ、ペンギン。あ、はい、正解。はい、チェンジ。あ、チェンジ？はい。はい、じゃあ次どうぞ。근육맨筋肉マン。筋肉マン。ボディビルダー。あ、ボディ、オッケー、正解。わー、이거これですね。おー、あ、ヨンミ。あ、ヨンミ。ヨンミ先輩。ヨンミは아는데。ヨンミは分かるんだけれど。以上。はい、終了でーす。カーリングで、カーリング。조명너무못해요。たくさん早いですよね。早いですね。あ、はい、あ、カーリング。カーリングです。ヨンミ分かりました。ヨンミーね。はい、はい、韓国チームね。はい、残念でした。ヨンミー。이게컬링을몰라서가아니라아는데그그게너무셌어요僕はカーリングを知らないわけじゃないんです。カーリング知ってるんですけども、メガネ先輩の印象が強かったんです。それで4-2になっちゃってね。じゃあコールドチームいきましょうか。はい、コールドチーム、はい、レディー大丈夫。僕はお見せしますね。はい、それでは参りたいと思います。Let's go! Come on, man. はい、パス大事ですからね。いきましょう。レディー、ゴー。ああ。初期。正解。ポリ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 。早く早く。こやんや。あ、正解。早い。これ뭐야。パス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 。モリラ、뭔지모르겠어。何かわからなかった。ヨリさん。あ、正解正解。わあ、すごい。ノクノク。あ、正解正解。ちょっと待って。ノク。Yes。スネーク。あ、正解。ゴジラ。ダイノソア。おお、オッケー。おお。デレレレデレ。野球。カエル。オッケー。あ、ポッポ。終了。いや。マーク。マークすごい上手だね。でもちょっと待ってください。一つ。デリディリディディって。すみません。ペペさん、ジェスチャーですよ、ジェスチャー。ディリディディッディディはちょっとやばいんじゃないですか。でも、いやー、びっくりしましたね。すごいです。いや、素晴らしい。みんな上手でしたね。さあ、じゃあ25チームいきましょう。チェミキャラじゃん。花丸町。はい。面白くやろうね。すごいですね。ハンギブ出れもんね。ハチグゲーム。あ、벌칙있어요？
これ罰ゲームはありますか？デジデジ罰ゲームはありますか？え、僕の代わりに私がやってください。やってください。いい。はい。あ、ファイト。MC ちゃん。準備いいですか、堀谷さん。はい、よし。はい。じゃあじゃあじゃあ、せーの。ん？ん？あ、いけ、뭐야？何これ？그건반말이고。어떻게몰라요？どうしてわからないの、これが。あ、진짜모르겠어。ちょっとわからない。맞추고모델도했는데뽑대지모델도했는데이마들이맞았다야10개맞췄네すごいですね。ちなみに私たち1点ですか？モデルとニワトリ当てましたよ。はい。あ、ニワトリは僕が声を出したから点数にならない。じゃあ、あのベースボールは何だったんでしょうかね。LINE ライブ生放送でお送りしております。さあ、では続いてのゲームに参りたいと思います。続いてのゲームは何かと言いますと、手押し相撲で大バトル、テオワングランプリ。これはですね、メンバー全員個人戦でやっていきたいと思います。トーナメント形式でやっていきます。どういう対戦になるかは、これからくじを引いていただいて決めていきたいと思いますが、まずはそれぞれのメンバーの代表者の方が A、C、E それぞれに入っていただきまして、 A を引いた方から対戦相手好きな方を選べます。はい、ということでやっていきましょうか。まずはじゃあ、ベンベンいきましょうか。はい、チーム代表でね。はい、何ですか？ E、 E ですか？はい、E がベンベンですね。いいね。はい、そしてヨンジさんが、わあ、ジェボン用も直めあんで A、 お、ヨンジさんが A。 そうするとユギョムさんが、はい、C という形になります。はい、さあ、それではですね、ヨンジさんからお好きな方、対戦相手で選んでください。マークさん。おー、マークさん。じゃあ、ユギョム君、誰と戦いますか？どこ남았어요？ジェミさんとジニョンさん。ジニョンさんは僕のチームだから、ジェボミさんですよ。はい、ということになりまして、こういう形になります。僕と戦うって？はい。さあ、対戦相手が決まりました。それではまずは1回戦、ヨンジさん VS マーク。はい、同じく1位が20ポイント、2位10ポイント、3位0ポイントというポイントが挙げられます。トーナメント制です。じゃあ、よろしいですか？手押し相撲、動いたら負けです。いいですね、動いたら負けですよ。それ終わった。わー、定番。すごい。わー、
押していませんから大丈夫ですか今からですよはい、じゃあ行きましょう。参ります。レディーゴーお猿さんみたい。あ、視聴者の皆さんからもたくさんのコメント。マークやばいというコメントが続々来ています。ヨンジェイワオっていうコメントが来ています。はい、どんどん来ています。お、じゃあラーメンでも食わせてよ。あ、僕たちちょっとラーメン食べてきてもいいですか？さあ時間が限られてます。ここで一気に勝負に入っていきましょう。お、ちょっと서로붙는거어때요그럼？もう少しお互い近づくのはどうですか？今ちょっと可愛かったです。はい。さあ。뭐했어？뽀뽀하려했어마크형。今調子を起こしたマークさんが。マーク勝利。さあマークが勝ちました。じゃあ次ユヨンさんと JB さん行きましょう。楽しみですね。お、近いです。では参ります。気なちょちょっと背を下げて背を低くしてくらそおりょうそっちの方がもっと難しい。じゃあ行きますよ。参ります。レディーゴーSensen Teoshi Zumo, not the same. Sir, you're so many. Oh, 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 oh,お、JB かわいいのコメントが。お、あ、お、足浮きましたね。これ足が離れちゃダメなんじゃないですか。はい、足浮きましたので JB さんの勝利です。あ、じゃあいいですよ。僕の勝ちですか。さあ、それではベンベンさんとジニョンさんということになりますけど、また本当に面白かった。また私ですか。はい、古谷さんが古谷さんが振ってください。はい、いや、その区域ちゃいまよ。この腕の太さの違いを見てください。いや、僕ただ太ってるだけなんですけどこれ、じゃあ MC お願いします。MC お願いします。振ってください。あ、じゃあ진영さん MC、はい、MC 진영はい、4つパーク。はい、じゃあ、あ、ちょっと古谷さん、ちょっとパワーを見せてください。レッツゴー。あ、あ、スタートじゃないです。まだです。まだしないです。まだ僕は MC から。あ、じゃあ待って、じゃあまずせーの、スタートあ、編集ほら。혹시둘이사귀어요？두달이付き合ってますか？우리아상화이트！왜그랬어요？왜그랬어요？どうしましたか？リオ。はい。すいません、なぜ私がやったのかと言いますと、その理由もなく私がやっていましたけれども、先ほどですね、ジニョンさんがユギョムさんと控室で遊んだ結果、痛いということで私が出ております。ユギョム君は大丈夫なのね。はい、あ、僕は大丈夫。はい、ということでベンベンさんが、はい、僕とベンベン、そうです、無理。JB さんとベンベンさんです。無理です。ついに無理です。いやー、ついに
뱀뱀이 이겨도 재밌어. 야, 뱀뱀 이겨봐, 이겨봐. 사와디카. 뱀뱀 사와디카. 이래놓고 지면 진짜 안 된다. 그래도 맞겠다라, 가지가시. 야, 이거 무리 무리 무리. 아, 그냥 해빨리. 야, 네 분이 이기면서요. 많이 마셔. 레디 고. 와우. 오. 오. すごいですね。わ、工藤静香でしょうか。工藤静香を超えた速さでしたけど、今ね。おっと、ジェイビー勝利。わ、それ、アテンティーミンで。あれ、2人は同じチームじゃないですか。同じチームですよ。マーク、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 
冗談対決。お、さあ、三、どんな結果になるでしょうか。パンダンファイト。じゃあ準備 OK ですか。あ、準備いけた。はい、準備 OK です。リーマンク大丈夫？はい。いきますよ。決勝戦です。面白かったね。レディー、ゴー。オディーマン。おい。あー、マフィオン。ということで、JB さん優勝。はい、このような形になりました。はい、トーナメントの結果はこのような形になりました。死んじゃう今日。いやー、JB さん強かったですね。いや、マーク惜しかったですね。JB さん。JB さん、今回の優勝のコメントを一言お願いします。 JB さん、辛辣だ。 JB さん、ノリノリです。 JB さん JB さん、ノリノリです。 JB さん、優勝の喜びを一言お願いします。あー、電話せよ。もしもし。電話せよ。もしもし。すくすくね、おまちゃん、じねしじょ。お母さん、元気ですか。いや、お母さん저는잘지내고있어요。僕は元気に過ごしてます。아이겼어요。勝ちました。すごいですね。受賞式のような、コメントありがとうございます、ということで、全ての試合が終了しましたので、これでポイントが加算されます。1位20ポイント、2位10ポイント、3位0ポイントがそれぞれの勝った方のユニットに差し上げられるわけです。では結果が出ました。はい、はい、それでは発表いたします。今回のユニット対決、楽しみにしても大丈夫ですか。期待してよ。私ですか。楽しみにしても大丈夫ですか。제가이겼는데。僕が勝ちましたよね今、いや、楽しみに僕は一人で勝ちましたよ。してもいいんですけれども、意外な結果かもしれませんね。さあ、それでは発表いたします。結果はこちら。なんとリボンチーム30ポイント、コールドチーム30ポイント、そして25チーム0ポイントという結果で、リボンチーム、コールドチームが同点優勝。すごいですね、同点優勝という形になりました。アイアンメニュー、僕たちは2位ですか。僕たちは2位ですか。クイドンマインド。おい、ジニオさん、見えますか。はい、세팀중2위인거죠。だから3チームの中で僕たちは2位ということですよね。いえ、普通はですね、1位が2つだったら次は3位なんですよ。はい、ということで1位おめでとうございます。はい、となりまして、さあ1位の方には何が贈られるのかといいますと、ご褒美はこちらです。皆さんが大好きな手羽先を山ほどプレゼント。じゃあ、今日편의점좀잠깐들릴게요。今日は僕たち、こ
さきですよ。よかったですね。いいですよね。よかったですね。手羽先。まっさき。今ですか？今手羽先？今。今ないんですか？今ないですか？今は。何ですか？ちょっと待って。おっと手羽先。手羽先が行きましたよ。手羽先が。手羽先がこれ手羽先。どうぞ。まあ、手羽先。食べちゃえ。手羽先食べたい。一覧も OK、 僕は結構です、一覧食べます。はい、ということで手羽先差し上げますので楽しみにしててください。ここまでガスユニット対抗ゲーム大会でした。こっち何、こっちビリは、ビリですか、ビリも違う、こっちは、はい、いや、こっちじビリはただのビリだよ。あ、罰ゲームはないですか今日。罰ゲームはないですね。あ、왜아왜아아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 아じゃあ、いっさあるんだよ。じゃあ、ゆきょむくん、最後に手羽先食べてる感じで終わってもらっていいですか、こうやって感じで、お願いします。すいません。あ、いや、あんま、そう、はい、3、2、1、どうぞ。ありがとうございます。もう、ジニョン先生も大満足です。はい、さあ楽しく進めてきましたけれども、皆さんお別れの時間でございます。早いですね、あっという間に1時間でございますけど、いかがでしたか、メンバーの皆さん。만남이있으면헤어짐이있는법이죠。出会いがあれば別れがあるものですよね。もっとここに伝染してきましたか、それ。はい、제가또좋은영향을주는사람이됐네요、영재한테제가。僕は、ヨンジェにいい影響を与えられる人間になった感じですね。でも、아무래도오늘햄버거1番です아무래도오늘일기장에적어야될것같아요。정말오늘뜻깊은하루고나는한층더뜻깊은사람이됐다、뭐이런。번역하지마。今日は、日記を書いた方が良さそうです。本当に意義深い一日になりましたし、僕は意味のある人間になったということを感じたと日記と書きたいです。訳さなくていいですよ。아、너무기뻐서약간여기에눈물이 0.1mm 조금약간맺히긴했어요。今本当に嬉しさのあまり、目に 0.1mm ほど涙が浮かびました。告知させてもらってよろしいでしょうか。ガッセのみんなからお知らせです。こちらです。まずはガッセブンアリーナスペシャル2018-2019 Road to You がいよいよ2月でございますね。神戸ワールド記念ホールで行われます。そしてサードミニアルバムの発売記念のソロハイタッチ会が2月の16、17、大阪、東京で開催です。さらにはガッセカフェがですね、東京、大阪、名古屋で開催中となっておりまして、そしてさらにガッセバレンタイン期間限定イベントがロフト3店舗での開催も決定となっております。はい、以上、ご覧の皆さん出ていると思いますので、こちらの方チェックしてください。詳しい情報はオフィシャルホームページでお願いいたします。さあ、ということで楽しくお届けしてまいりましたけれども、 LINE ミュージックからも告知です。1月30日からニューアルバム I Wanna Let You Go LINE ミュージックでたくさん聴いていただいた方に、合戦のメンバーとのミート&グリートができるというキャンペーンがスタートしています。ぜひこちらの LINE ライブご覧の方はですね、画面をスクショして番組終了後にチェックしてみてください。 QR コード出ております。はい、ではメンバーの皆さんから一言ずつメッセージを最後にいただきたいと思います。じゃあユギョムさんからいきましょうか。はい、햄버거 네, 楽しくてあっという間に時間が過ぎてしまいました。また早く皆さんに会いたいです。はい、ありがとうございます。じゃあベンベンさん。はい、ゲームもたくさんできて楽しかったです。皆さん I will let you go たくさん愛してください。じゃあちょっと戻ってヨンジェさん。はい、会場に来られなかった皆さんもまた会えるのを楽しみにしてます。ありがとうございます。はい、
後ろ行ってジニオンさん大丈夫元気大丈夫です元気です元気ですくださいね、はい、今日は皆さんと楽しい時間を過ごせて嬉しかったですまた皆さんコンサートで会いましょうはいそしてマークさんはい I won't let 赤瀬 go はい皆さん I won't let 赤瀬 go わーはいずっと応援してくださいねはいありがとうございます最後 JB さんあはい I won't let you go は僕たちにとってとても大切なアルバムですはいぜひ皆さんもチェックしてくださいはいありがとうございますということで、すごいですよ60万人が見てます육십만명오 60? 말도안돼60万이렇게정신없이떠드는걸60만명우리이러고있는거보는거60만명이렇게떠드는すごいですね本当にたくさんのコメント1万近いコメントもいただいてますどうもありがとうございましたはい、ということで特番はこれにて終了となりますが、ぜひ今回の新しいアルバムを通じて新たなガッセの魅力に触れてほしいと思います LINE LIVE 特番ガッセブン I won't let you go 発売記念スペシャルご視聴ありがとうございましたということでガッセの皆さんご挨拶インさんお願いしますせーの以上ありがとうございましたありがとうございますはいさよならバイバイ